はい、リコと申します。よろしくお願いいたします。ヨハネス・ケプラーアフタートークはということでですね、こちらは私が動画を投稿している科学者シリーズっていうのがあるんですけれども、それの動画編集後に、撮っている、動画になりますで、今回はヨハネス・ケプラー編ということでですね、前回はテコブラエだったんですけれども、そちらを見ていただけると分かるんですけど、もうかなり緩い感じですの雑談私がなんかその科学者について好き勝手話すっていう、なんとも本編の方はなんかきっちりしなきゃなっていう感じなんですけど、こっちの方はもうダラッとしてますということで、今回はですね、ヨハネス・ケプラー編ということで、よろしければ先にヨハネス・ケプラー編の動画を見ていただけるとすごい嬉しいです。で、前回も言ったんですけど、これただ雑談するっていうのもなんなんで、雑談しながら相関図を、科学者の相関図を作っていこうっていう感じになるんですけれども、今回はですね、全く増えずですこれで終了これでもう終了です今日の仕事終わりみたいな相関図広がりません。なんだってもうテコブラエとヨハネス・ケプラのつながりがすごすぎて、私そんなわかんないんですよね、ケプラの相関図っていうか、そのつながりが。ただ次回一人ケプラとつながっている人がいるんで、まあその人をつなげることはできるんですけれども、今回書いてしまうと次回も書くのなくなってしまうんで、まあ、次回の人が結構相関図的にどんどん広がっていく人なんですけど、ケプラーはなかなか広がらないこの方は広がらないですね。なんでしょうね、ケプラーなんでこんなつながらないのかって思うくらいつながらないんですよ。もともとこのヨハネス・ケプラーっていうのは、本編でも話したように、まあ、常に貧乏。まあお父さんがね、まず、いろいろとね、ありますからね。まあ、保証人になってお金を失って、そこから酒屋で働いて、で酒屋で働くんですけれども、酒屋っていうか居酒屋かお酒売る酒屋じゃないですね、居酒屋で働くんですけど、まあ、それもなんか商売の才能がなかったんでしょうね、父に。なんですぐに潰れちゃって、でどうしようっていう感じで、結局は戦場に行って、そこで戦死するっていう、父を持つので、でしかもまあね、父と母の間うまくいかずみたいなのがあって、その夫婦間も、ヨハネス父母の夫婦間もですね、よくはなく、さらに父は商売にうまくいかず戦場に行きバタみたいな感じのところから始まって、まあおじいさんは貴族出身ではあるんですけれども、なかなかね、一応大学には、まあケプラーは大学には行っているんで、大学に入ってない、入れなかった科学者とかもいる、科学者系と医者とか科学者とかもいるんですけれども、その中ではまあ大学には入ってはいるんですけどね、なかなかそのうまい具合に、生まれたところもそうなんですけども、その生まれた環境とかもそうなんですけど、時代が悪すぎた
で思わず言わざるを得ない人生ですよね。どんだけ過酷を過酷の上の過酷みたいな過酷すぎるだよこの人生っていう。それに対してティコブラーエは鼻はそがれてますけれども、そんなね、大学とかも留学してて結構金の限りいろいろなものをし尽くしてきた男みたいにそんなティコブラーエですから、ケプラーとは出会ってティコブラーエが死ぬまで1年半だけだったんですけど、多分仲良くはなれないだろうなみたいな。実際雇われているっていう、助手とか弟子っていう風に言ったりするんですけれども、どっちかっていうと本当に雇い主と雇われる側みたいな関係性だったんじゃないかなっていう風には思いますね。この2人の関係性はなんか慕ってたっていう、まあ前回も言ったんですけど、慕っていたっていうよりかは、ケプラーが転がり込んできたわけでもないか一応招待は受けてるんでね、招待されて来ないかっていうことで、なんでまあまあね、この2人の関係性って言ったらそんなホットなものではなく、すごいクールなものだったんじゃないかなっていう気はします。ただケプラーは本当に数学の技術というか数学ができた科学者だったんで、ティコのデータというか観測データっていうのは本当に欲しかったんだろうなっていう気はしますよね。その亡くなった後もそのティコブラーへの観測結果をもうこんなんいいやっていう風にやるんじゃなくて、ちゃんと計算し尽くしただとは思うんでね、それはまあその法則を見つけ出したのはすごいなっていう風に思うんですが、ケプラー自身、私がその認識したっていうか、あ、ケプラーっていう科学者がいるんだっていう風に、認識したのは多分その中学校の頃に読んだ本だと思うんですよね。でそこで天文学の歴史の中で出てきて、その後にああそういう人もいるんだなと思ったら、高校の物理私取ってたんで、その時でいくとあれ物理2かな、1とか2の時代だっけかな、なんかそこもあやふやなんですけど、そのなんか物理の教科書に出てきて、そのケプラーの三法則みたいな風に出てきた時に、ケプラーの法則第一法則2、3みたいなテストで出たなみたいなもうそのずるいですよね法則に名前が法則どういうこと自分の名前が法則になるなんてって言いたかったんですよ。自分の名前が法則になるなんて本当ずるいなっていう、それだけでもうなんかもう残せたっていう感じじゃないですか、自分のなんか歴史からなんか消え去られない方法みたいな、なんとかの法則っていう風になったら絶対誰かが見つけてくれるわけじゃないですか。そうなったら自分の法則が自分の名前が法則になるのってすごいなっていうふうに思いますよね。なんでケプラーの法則とかフックの法則とか、あと単位になるニュートンとかあとパスカルみたいななんでその単位とか法則になった科学者は本当に忘れられないなとか有名だなっていう、何かをしたっていうよりかはもう単位とか法則になっちゃった方が絶対忘れられないなみたいなそれでなんかあこの名前も科学者だったんだなっていうのが出てきますよね。
まあ私の中でパスカルは科学者なのかって、科学者ではあるんですよ、科学者はあるんですけど、私の中で結構パスカルって言ったら神学系の人だなっていう認識があったんで、科学者っていうのに若干、まあ科学者、神学者で科学者、まあ宗教家で科学者で、まあみたいな感じなんですけれども、 100% 科学者かって言ったら純科学者とかではない気がしますけどね。どちらかっていうと、そのまあその当時のこの年代っていうか、この前の年代から科学はなんか神との対話のために科学があるみたいな風に捉えてた、科学者もいるので、なんかそのなんでしょう、神の世界を知るために科学を使いますよみたいな、っていう書き出しとかその内容っていうのが多かったんで、まあ科学とその神学系っていうのは密接な関係はまだここの時代は濃いんで、まあパスカルの時代もまだまだそんな感じなんで、まあそうなんですけれどもなんかまあそれ言ったらもうすごい雑談になるんですけど、それを言ってしまったら、まあ、ニュートンとかもそうですよね。ニュートンも錬金術師で物理学者で数学者で、で神学者みたいな感じで、ニュートンも結構その神学について研究してたで有名なんですけれども、そう考えると、あ、まあ次第3回に出てくる人もそうですね。神学っていうよりかはその結構その宗教観っていうのが結構入ってきた科学者ではあるんですが、まあそんな感じで、それ考えるとキプラーの話を読んだ時っていうのはあまりその宗教してないですよね。なんて言ったって途中なんか追い出されるんですよねそうだ、1598年にオーストラリア体育校から出てけって言われますからねプロテスタントは出てけっていう風に言われて職を追われるんですけれどもなので、ね、ここの時代ってそういう風に宗教によってなんかダメだみたいな風に言われるのはすごい濃いんで、まあそこの兼ね合いもすごい面白いところではあるんですけれども、ケプラーはさらにですね、まあ動画を見ていただければ出てくるんですけど、母魔女裁判にかけられますからねそう、この話もすごいですよね。自分の母が魔女裁判にかけられそうになるんですよ。かけられたんじゃないですね、かけられそうになるんですよ。この時代の魔女裁判って確か、まあ私も記憶はあやふやなんですけど、この時代の魔女裁判を魔女裁判にかけられたら高確率で確か有罪なんですよいや本当にそのギリギリでね、ケプラーが助け出したのは本当奇跡だなみたいな感じですよね。もうかけられたらもう、はい、あなたは有罪みたいな、絶対その逃れられないような、なんだろう、なんか質問とか、なんかこれに何か入れろみたいなそんな感じでなんか有罪になってしまうんで、なんて魔女裁判にかけられそうになって助かった人の方が少ないんじゃないかなっていうふうに思いますが、そんな、波乱万丈なケプラーさんですなんでそういう話をまあ今ずっとしてきたんですけれども、やはりどういうふうに思い出してもこの相関図につながっていく人があまりいないっていううん、なのでこの当時の、あ、まあもうそろそろ終わりにしたいと思うんですけど、この当時のまず
天文学っていうのがちょっと今の天文学とは違う感じなんですよね。そのなこの時代をなんていう時代かっていうと、私は別にあの科学史を専門に学んだことなんて一回もなくて、なんで大学時代とかも科学史とかっていう授業がなかったですし、独学、全部独学なんですよ。なんでその区分とかっていうのは全然わかんないんですけど、だからまあここら辺の時代ってパトロン時代なんですね。なんか自分で自立してあの勉強じゃないや研究して生活を立てられるっていうわけじゃなくて、必ず誰か牛バックにいるみたいな後ろに誰かがいて、で誰かが援助してくれて、まあ王族とかなんですけど、貴族とか王族とかっていう、まあティコブラエも天文台建ててもらったりっていう風に、ケプラーもあのなんだっけかな、あのどこかに仕えてたんですよ記憶はやふやなんか数学顧問官か、数学顧問官とかになって、でまあそこに仕えてたみたいな、必ず誰かバックにいたんで、なんでお金出してくれる人がいるっていう時代なんですよね、ここね。なのでまあ科学者同士がつながりあって、でそれでまたなんかつながり合いがすごいあって、で情報交換してるっていう時代はもっと後に、もう少し、あ、もっとっていうかもう少し後じゃないかなと。ケプラーが亡くなってるのって1630年代じゃないですね、1630年なんで、もう少し後から結構交流が盛んになってくるので、この当時はそんな、その文通みたいなのが盛んではないかなっていう。ニュートン、この後の時代に、まあニュートンさんとか出てくるんですけど、ニュートンの時代はもう文通バンバンしてたんですけどね、そういう話はよく出てくるんですけど、ここら辺の時代は文通、その手紙のやり取りはあるんですけど、なんかみんな激しくやっていたっていう感じではないんじゃないかなと。なんで科学者によっては、その当時で天文学だった、天文学で有名な人に全部にあの手紙送ってとかっていう、交流を持ってっていう人もいるんですけど、なかなかね、ここの時代、ティコブラーエもヨハネス・ケプラーも、まあ、ケプラーはある人と、次、その第3回の人と、次の動画の人ですね、と、あの、文通してたっていうのはあるんですが、そんないろんな人とやりとりっていうのは少ないんじゃないかな。なので、ここから、どん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 、この相関図が、少しでも埋まっていけばいいなというふうに思っております。まあ、まあ少なくても次回はここから2、3人くらい増えるかなっていうふうに思います。というか前回が今更なんですよ。前回ティコブラーエって書いて、今日ヨハネス・ケプラーっていうふうに突き飛ばえればよかったんですね。前回ケプラーって書いちゃったからいけない。っていう感じで、まあこんな感じ、ゆるい感じです、このアフタートークは超絶ゆるい感じで進めておりますが、次回また第3回でお会いできると嬉しいです。ということで、本当にこのアフタートークに関しては何も台本を作らず、ただ単にダラダラ喋っているので内容がないものになっていますが、最後までお聞きいただきありがとうございます。また、本編の方はちゃんと作り込みをしてやってるんで、本編の方を見ていただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いできると嬉しいです。さようなら、バイバイ。